えー、今回はですね、まあ、改めてですね、まあ、このカランビットナイフは、まあ、女性に向いてるなと思いました、まあ、特にこの握り込みができるんで、まあ、非常にうんあのしっかりと握り込みができるってことですねこれはやっぱり大きいと思います例えば包丁とかそういったのも確かに威力はありますけども、まあ、相手からですね簡単に奪われてしまったりとか、まあ、そういったことがありますでもそのカランビットナイフの場合はしっかり握り込んでますし まあその例えば出してきた手とかそういったものに対してまあ引っ掛けるだけでいいってことを考えると、まあ、非常に有効な武器になりますねですからもうこれも前から何回も言ってますけども、まあ、カラービットナイフは、まあ、ピンから切りまでありますけども値段もですね比較的安価でこれほどですね、まあ、強力な刃物はないってことです。で特にに弱者と呼ばれる女性の方、ま、た非力な男性のの方方またな男は まあ非常に心強い。まあ武器になりますね。どうでしょうかね？例えばドンキで対応するって言っても、やっぱりドンキだとやっぱりね。万力とかそういったことで限界があります。でも、このカランビットナイフで引っ掛けるだけって考えるとまあ、非常にその楽になりますよね。まあ、手を出してきた相手の手にこの刃物を引っ掛ければいいっていう感覚になりますので、まあ、非常に有効な武器になると思います。 あの実際ですねこれラらんーとナイフをまだ持たれてない方この言ってる意味がねちょっとわからないかもしれませんけど実際ね持つと分かりますこれほどね有効なね刃物ってないですね確かにもう本当にねあの刃物の完成形だなと自分は考えてますですから是非気づきのあった方特に女性の方であの刃物を購入するって場合はラらんーとナイフをおすすめしておきます まあ一番いいのはそのくくりとかロングのマシェットとか合わせて買っていただければいいんですけどもまずはどうでしょうかねカラービットナイフを購入していいただければと思いますねあ,のある程度の武装自分の概要欄にも書いてありますけども、まあ、このカラービットナイフとまあ、あとは、まあ、特殊警護のにあの、まあ、距離を取れるものとあとはまあサイリスプレートがあれば、まあ、ベスト っていうことですね。でもその中で特にもう大きな一指占めているのがこのカ空ビートナイフです。まあ、その正直もう空ビートナイフ一本持つだけで、もうねある程度の武装はねまあ、女性の場合はもう完成したと自分考えてますんで、まあ、本当にこれほど有効な武器はないと刃物はないということになります。あの購入迷われている方はぜひ購入していただければと思いますね。あの買って絶対損はしないです。あの実際 ん、うん、あの女性の方でもね。買って本当に良かったって言ってくれる方もいますんで、本当にね。この点だけはあのよろしくお願いいたします。え、ね、今回は以上です。ありがとうございました。